A さんは家から3000メートル離れている公園に向かって自転車で午前10時に家を出発した。公園で5分間休んだ後、 1.5 倍の速さで自転車で家に帰ってきた。を出発してから X 分後の家からの道のりを Y メートルとして次の問いに答えなさい。右のグラフは A さんが公園に着くまでの X と Y の関係を表したものである。 A さんが公園に着いてから家に帰ってくるまでの X と Y の関係を表すグラフを右の図に書き入れなさい。はい。公園で5分休んだよと。そしてこれの 1.5 倍、 1.5 倍、そして引くだけよ。ならず基本形に戻るのだ。スタートがここで、戻ったのがここなので、はい、10歩進んで3000下がると。はい、傾きが出ましたね。必ずここに入れてから、まあどっちかでもいいけど、まあこっちが簡単そうなので30の0を出す。9000プラス B と、 B は移行してこっちだから、まあ、逆に書いても同じと。そして必ず初めのこれに戻って答えを書けばいいじゃ。弟は A さんが出発してから何分か後に分速100メートルで家を出発したところ、午前10時24分に公園から帰ってくる A さんと出会った。この時次の問いに答えなさい。2人が出会った地点は家から何メートル離れたところか求めなさい。いや兄さん、弟なのだ。一応この辺で出会ったとしてみるのだ。この式の X に24分入れてみるっちゃ。24分なので 24×300 してマイナス7200足す9000で Y が1800。ここまで出たよ兄さん。ここまで出れば簡単なのだ。家から1800メートルなので分速100メートルの弟よ。1800÷100すれば24分の18分前だから6分だっちゃ。簡単だっちゃ。いいとこ持ってかれてね兄さん。これでいいのだ。